2019年の1月の24日14時です。よろしくお願いします。おはよう。ご飯とお水ね。はいはい。毎度
はい、悪い。三重に帰りたい、寝てるわのツイートマジ受けた。あれはセンスあるよね。あれはすごいセンスある。おいさんえずいてる。
優秀ランディさん金に困ったら為替取引やりましょう。1000円から始められます。昨日はマイナス8万です。ドスリュウさんいいね。戦う時間が迫ってきてどんどんささくれていくじゃん。リュウさん為替取引で金に困ったら何をしたらいいんだ。わあすごい。プレゼントしました。あがこう。優秀ランディさん最初の頃は嫁が支えてくれましたね。その恩があって今でも頭が上がらん。その顔はやばい。やばいよ。お兄さん電動歯ブラシ使うと普通の歯ブラシ戻れないよね。人工肛門師さんこんにちは。関東学と人工肛門師さんかわいい猫ね。ありがとうございます。
出た関ちゃん、出たな関ちゃん。関慎吾のところのリスナー面白いかんな。電動歯ブラシ使うと戻れないね。あれドス流ってどっかで聞いたことあんな。どっかの なんか有名コテハンじゃなかったっけ、ドス流って。なんだっけ、今日はサイコロステーキか。舞茸もうちょい食いたいな。今日はサイコロステーキだ。500円で安かったから。おいおいさん、配信で一番有名なコテハンってなんだろ。塾長じゃないの、リスナーでしょ。塾長かマゼさんかガメラさんか、あ誰だろう。ゴロリも結構いい線いってるな。有名コテハン、ゴロリ、マゼさん、まあちょっと古いけどね、その辺は。多分今だったら塾長がぶっちぎりだと思うよ。やっぱ金持ちリスナーだよね。金投げまくるのが有名になるよね。残酷だけど。モイモイさん、スタップくん。スタップくんより俺、スタップくんより塾長の方がネームバリューあると思う。正直。スタップくんが俺に爆投げしてくれたら、映画が。スタップくんに二度とくんなバカ野郎、ゴミがカスがあって5分間罵倒しちゃったかんな。モイモイさん、スタップくんの名前の響き好き。ミースケさん、あんなこと言うから。あんなこと言っちゃったね。昔からなんだよね。俺の中の尾崎豊がそうさせるんだよね。俺の中の尾崎豊がわかるでしょ。ワドリスならみんなの中にいる尾崎豊さんはいやだから俺の中にの尾崎豊が、もいもいさん、まだ解放囲ってんのかな。解放のよくわかんないよね。なんかコンティニューコインとか投げてるけどね、ツイキャスの方で。みーすけさん、どうしたの。だから俺の中の尾崎豊が大人と戦ってるんだよ。みーすけさん、うん、うん、そうそうさん、パーグン、パーグン、そう、パーグン。のんちゃんの家行ったけど、のりこ絵描きまくってたよ。すごかった、狂ってる。さっきも LINE が来て、ワドさんのおかげで絵のことしか頭にないって言ってて、いやいや、あなた絵のことに集中しすぎて俺のこと忘れてるでしょっていう。モイモイさん、覚醒したね。いやすごいよ。ミースケさん、すごい。いや、隠れ宇宙人のナナさん、こんにちは。あ、こんにちは。そうそうさん、火つけたなわら。火つけた、2年かかったけど。でも、反作用で、俺はここで絵を描くのを想定してたんだけど、まさかの家に引きこもるっていうね。まさかの家に引きこもって、俺が放置されるなんて夢にも思わなかったよ。
あれでしょ、のりこにとって。おいおいさん、そういえばここ1ヶ月くらいのんちゃん見てないな。みーすけさんもあびんざもないし。便座関係ないよ。うん、のりこに便座なんていらない。ベルビンさん、おはようございます。おはよう。だからのりこにとってニコ生絵の代替品で、ゲームとかニコ生とか俺とかは絵の代替品だったんだよ。彼女にとってやっぱ大事なのは絵だったんだよ。それは嬉しいことでもあるし、俺にとってはすごく寂しい。おいおいさん、失礼だけどそこじゃ絵描けないって。いやそう言うけど、俺はここで描いてほしかったんだ。アトリエ手に入れたいな。ユーリさん、女性でメンヘラになったということ。のりこにとっては全ては代替品だった。亀仙人さん、ワドツまだ荒削りだけど1個2個作品いいのあったよ。あれタッチが完成、新しい技術で書いてるの、書いてないのっていうかそこがすごいんだけど、絵なのに書いてないのね。あの技術完成したら多分すごいのできると思うよ。おいおいさん、作品は完成してない。ぶっちゃけまだまだ未完成だね。本人も言ってたけど、俺も見てわかる。ただおいおいさん、見てみたいのは書いてないの、絵なんだけど、ちょっと意味がわかんないと思うけど。みーすけさん、ゆしみ、のりこ展は近いと思うよ。最短で今年、多分来年にはね、個展開けると思う。もうすでに書きまくってたね。しかもやっぱ画家なんだなと思うのがさ、あの普通のキャンパス買っちゃうじゃん、普通の人だったら。キャンパスじゃないんだよね、のりこ。練習用のさ、キャンパス地を買ってさ、なんかに貼ってるんだよね、木の板とかに。あの絵習ってる時思い出したもん。あのキャンパス使わないんだよ、高いから。あのキャンパス素材あるじゃん、紙みたいな、あれをベニヤに貼るんだよね。おいおいさん、さすがよしひろき、すげえ集中して書いてた。でものりこらしかったね、すげえ。なんかすげえもう情熱というか、心の中に溜まってるものがこうグッときてたよ。俺思ったんだけど、やっぱりのりこってね、あの色彩の人なんだね、パターンと。何か描きたいんじゃないの、パターンをね作りたい人なの、あの人は。自分のパターンを持ってないので苦しんでたんだよ。それは前から言ってたんだけど、のりこ自身が何かパターンを作りたいんだ。だけどそれがまだね表現できない。わかんないよ。40歳から覚醒するかもしんないよ、のりこは。おいおいさん、はじめ作品その家で作ってもらいたい。でもそれがすげえ面白くて、俺そののりこの写真撮ったんだよ。あのね、写真撮った中でシャッター切る回数が今までで一番少なかったの。あのこれってね、俺シャッター切りまくるの。1回の撮影で2000枚とか切るのね。納得いくまで撮るから最低でも2000枚ぐらい撮るんだよ、シャッター切るの。だけどのりこの家をシャッター切った時3回しかシャッター切ってないの。それはそのこういうものなんだけど、すげえいい写真じゃない。これのりこの部屋なんだけど、これ後で現像しようと思ってんだけど、見えるかな、これ後でやるけど、なんかねもう部屋の中がね、空間がおかしいんだよ。 のりこの部屋ってわかる？伝わるかな。なんかね、普通の生活、のりこにとっては普通の生活なんだけど、やっぱりね、ヒトラーさん、おはようございます。なんかね、おいさん、明かりは普段からそんな感じ。そうだからもう本当になんか綾波レイの部屋みたいな、汚い綾波レイの部屋みたいな。
じゃあ、のりこが綾波レイっていうことを言ってるわけじゃなくて、そのね、無機質なんだよ、すごい。あの、関心がないの。部屋の中に。普通の女性が好きなものとか、花とか、なんだろう、可愛いものとかが一切ないの。すごいね、違和感っていうか、その、なんだろう、すごくね、変な部屋なんだよね。その、のりこが描く絵もそうなんだけど、のりこが持ってる世界観なんだけど、底なしに暗いんだよ。その、底なしに暗いんだけど、なんて言うのかな。すごく面白かったよ、撮って。パシャって撮って、あ、すごいなって思った。その、なんだろう。面白かったね。ちょっと言葉にするの難しいんだけど。とにかくね、シャッター切ってすごくいい写真が撮れた。なんかその、一つの部屋でね、お兄さんどれくらいカズミチハウスに来てない？今月来たのは2回だけだね。でもそれは結構異常事態なんだよね。俺とのりこにとっては。しかも、家に来ない日は毎日もう LINE がずっと鳴るの。ピコン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 。浮気してないとか、和藤さん寂しいとかずっと来るんだけど、一切来ないね。もう4日5日放置されてるような状態。のりこは絵に恋しちゃった。恋人ができちゃったから、もう俺のことは二の次三の次になっちゃった。ハイボールさん女何歳？のりこ。まあでも絵を描くべきだよね。おいおいさんのりこ家とつ。で昨日一昨日行ったかな？一昨日家行ったよ。それ撮ってきた。そうだよね、みんなのりこの嬉しいけど寂しいね。嬉しいけど寂しいね。ふぐせんさん脱かずみち。そうそうそう。でもね、多分ね、のりこの絵を見たことないからあんまり伝わらないんだと思うけど、俺初めて見た時本当に衝撃受けたもんな。あのね、狂ってるんだよね、本当に。絵の中に虫が埋め込まれてるっていう絵を見たことがなかったから、アウトサイダーアートみたいな、もうなんかすんごいドスぐらい絵なのよ。何かが描かれてるんだけど、そのものすごい重厚な油絵で、そのもう、もいもいさん本物の虫、そう、負の感情がブワーって伝わってくるような。でそこに突起物がいっぱいくっついてんの、油絵の中に。でなんだと思って、うわっと思ったら小さい虫がいっぱいいっぱい埋め込まれてんの、絵の中にだよ。あれはね、パンチ効いてたな、すごい。すげえパンチ効いてたね。もいもいさん、パソコンのやつは頭おかしくなりそうだった。いや、俺パソ、あの空間の表現のやつだったらパソコンのやつがすげえ好きだけどね、あのパソコンとパソコンのモニターを向かい合わせてるっていう表現って、まさにネットに携わってる人がぐさっと刺さるような何かじゃん。のりこの作品で、モニター、古いテレビみたいなブラウン管みたいなパソコンモニターが全部部屋の中でブワーって向かい合ってんの、モニターとモニターが。っていう作品があるんだけど、あれってさ、もう、その、俺らのことを指してるわけじゃん。のりこ自身のことを指してるわけだし、今の社会を、こう、なんだろう、投影してるというか、あれはすごいなって思ったよ。ふぐせんさん、この赤はで私の血なのとか言いそう。あ、いや、そういう感じじゃないの。そういうファッションメンヘラとかファッション画家みたいなことをのりこって言わないの。一切言わないよ。だからね、あのね、そういうタイプのリスナーさんは結構いたのよ。私みたいな、そういう領域にいない。もうのりこはそんなこと全然興味ないの。もっとね、ぶっ飛んでるよ。もっとぶっ飛んでる。
この赤ね、私の血なのとかいうのは本当にファッションメンヘラ、ファッションメンヘラっつうかね、画家ではないんだよ、メンヘラなんだよ。のりこはね、メンヘラじゃないんだよ、画家なんだよ。やっぱり絵描きなんだよあいつ。風刺だね、風刺が刺さってるし、で既製品じゃないんだよね、あのモニター、一個一個モニター作ってんだよね。いつもみたいに和道の配信に乗り越えてほしいのは、もいもいさん、薬味が抜けてる感じ。薬抜けてるね、だんだんね。没頭したらすごそうだな。没頭してる今。まだその新しいタッチにトライしてて未完成なんだけど、完成がすごい楽しみだね。すごく。のりこがそのサベイマンさん、普通に働いた方がはるかに自由かもね。寝ても覚めても配信しなきゃ、配信しなきゃだもんだ。のりこがね、やりたいことも伝わってるし。その多分こういうものはやりたいんだろうなと思ってるけど、のりこ今書いてるものが本当に未完成なのが俺でもわかるんだよ。だけどその中で何個かああっていうそのものがあるのよ。これ本人がちゃんと絵描きとリスナー両立してる。いや、なんかリスナーやりまくってるって聞いたけど、ちょっとその辺わかんないけど、なんていうのかな、そのああこういうことがやりたいんだろうなっていうのが伝わる部分っていうのが多々あるのよ。そう、多分ね、好きな人好きだと思うよ、のりこの絵完成したら。で俺造形の方に行くと思ったの、アクリルアート、そのアクリル買ってっつったから。結局あっちではなかったんだけど、俺があれハマってるぐらいなんだけど、じゃんじゃん作った方が生きてる間に空白の10年間埋めた方がいいよ。もいもいさん、新近代美術。新近代美術とかね、そういうもんじゃないんだよね。あの結局ね、売れたいとか売りたいとかいう雑誌がないんだよ。ただ単に本当に彼女はいいものを作りたいだけなの。そこがすごいと思う。その金が欲しいとか人に認められたいとか一切ないの。あの結構難しいことだよそれって。その絵から絵を描く人からすると不純物なわけじゃん。金を稼ぎたいとか人に認められたいとかないの一切。そこはすごいなと思う。単純に描きたいだけなの。だから俺のりこの発言がリスナーさんに一個いくらで売ればって言ったら、のりこのクイックの返答で売るわけないじゃんって言ったの。これはのんちゃんのだよって怒ったの。ちょっとあれはすげえなと思った。そう、のんちゃんがのんちゃんのために作ってるんだっていう意思をちゃんと持ってて、だから一個も売らないっていう、売り物じゃないっていう明確な、そのなんつうのかな、だから売ることは汚いことなんだっていうのが彼女の中にあるんだよ。今回の絵はどんな感じだった？どんな感じ、いや、もがいてるなっていう、もがいてるっていうかトライしてるっていうか、だから荒いのよ。もうお薬さんだから手も震えちゃうだろうし、そのうまくいってないっていうのを伝わってくるんだけど、何かにこう挑戦してるのは分かるんだよ。こういう風にやりたいんだろうなっていう想像はつくんだけど、その追いついてないの、その体とか技術か。だけど確実に追いつくんだよそんなものは、1年とか半年で。それはすごく分かるの、それくらい没頭してるから。もいもいさん、のんちゃんはデッサンもやるの？デッサンもできるよ、のりこは。
だからよくさ鉛筆とかでさ白黒でガーって書き込んでさ、あの超リアルに 絵みたいにするやつわかる？ネジとか書く男の子とかいるの、ツイッターとかでリツイートされるの。あれをのりこに、のんちゃんこういうことできるのっつったら、美大生でできない子なんかいないって言ってた。要はもうリアルと見分けがつかないぐらいのネジを書くだけとか。ただじゃ、なんでのんちゃんそれすごいじゃんって、なんでやらないのって聞いたら、美大生だったら誰でもできることなんだけど、あれ10万時間ぐらいかかるんだよって。もういいもういい三角形。そうだから、美大生の技術だったら誰でもできるんだけど、気力が持たないと。だからあの子のああいうツイッターでリツイートされる、そのリアルなネジ書いてリアルなものを書く人っていうのは、あの気力がすごいんだって。技術がすごいんじゃなくて、その10万時間鉛筆で、消しゴムと鉛筆でずっと点を書き続けるっていうのがすごいんだよって。あれは技術的にはそんなに難しいことじゃないよってはっきり言ってた。私でもできるけど、できないのは精神力は持たないって。ネジを書くのに10万時間費やせないって言ってたね。そうだから、あれはその発達障害とかサバンに近いもので書いてるんだって。だからそういうのも分かんないじゃん、俺らからすると。うわすげえって思うわけじゃん、絵のことが分かんないから。でもあれはもう精神がすごいんだって。10万時間その1枚の絵に費やせるかみたいな。もういいもういいなんか音楽でも、もいいもいいさん空腹。いや起きたら腹減るよ。だって起きて食って食って寝てたのがさ。ひでりひでママさん、はじめまして。トラマルちゃんの紹介で来ました。伺ってます。どうもどうも、はじめまして、ワドです。なんかね、あのトラマルさんからずっとひでりんさんひでりんさんってすごい、あの伺ってて、よろしくお願いします。なんかね、あのトラマルさんっていう人と飲んだんだけど、この前ヒデリンさんすごくよ、あのなんだろう、ヒデリンさんのことをすごい知ってる方で、でヒデリンさんってずっと聞いてて、よろしくお願いします。どうも、多分配信会で最も嫌われている男の一人、ワドウです。もいもいさんカメラ関係の人。いや、あヒデリンマンさん配信者だよ。ヒデママさんはドさんは前から知ってました。とんでもないです、とんでもないです。絡めて光栄です。ただのクズです。クズでよかったら付き合ってください。多分ヒデリンママがびっくりするぐらい、見たことないぐらいのクズ野郎っすよ。どうもよろしくお願いします。あのね、じゃあトラマルさんはね、違う、あのカメラ関係の人じゃない。ヒデリンママはあのキャスがメインですよね。ヒデママさんタイプです。おかまに好かれるんだよね。トラマルさんはどんな知り合いなの？出たよ。ひどんなに80点とか言われたりさ。なんで俺ゲイにモテるんだよね。ヒデリンママはツイキャスっすよね。ヒデリンママは。あの、生主だよ。トラマルさんどんな知り合い？ナホタクさんわかるかな？あの、ヒカルくんのあのビジネスパートナーの直拓さんっていう人がいるんだけど、俺直拓さんにすげえお世話になってんの。あの宇宙人のさ、マスクかぶってる人わかんない？ヒカルくんの地元の社長で、で直拓さんとその仕事の話でちょっとそのヒカルくんと3人で話すことがあって、でその時にそのトラマルさんとかあのトトロさんとかあのいっぱい来てて、でそこで交流があって、でそのトラマルさんっていう人からあのヒデリンママの話をずっと聞いてて、そう。ヒデリンヒデママさんキャスの方です。
向こうでもいつでも絡んでくださいね。ああ、ぜひぜひ。ぜひぜひ。僕もキャス最近始めたんですけど、全く伸びなくて困ってるんですよ。ツイキャスに対応できてなくて、去年のね。いやー、俺ゲイ受け昔っから半端じゃないんだよね。うん。ロハコさんもゲイだったじゃん、蓋開けたら。ロハコさんをメロメロにし、ひどんなに80点をつけられ、初対面のヒデリンママにタイプですって言われるっていう。ゲイ受けなんでいいんだろうね。俺だってひどんなに聞いてゲイ受けするんだけどなんでかなっつったら、ひどんなにの返しがすごくて、ワドツ当たり前じゃないって言われたからね。ワドさんゲイにモテるに決まってるじゃんみたいな言われ方したから。ヒデリン、ヒデママさん、今朝トラマルちゃんから電話でワドさんの話を聞いてきました。例の件かな、多分例の件っすね。なんかうまくいくといいっすね。うん、まあまあ、肩の力抜いてみんなが良くなったらいいなって思ってるんで、僕は。なんか仕事も遊びもみんながニコニコしてたら最高だと思ってるんで、なんか虎丸さんにご協力できたらと思ってますね。おいおいさん、ゲイ受け要素全部詰まってる。多分詰まってんだろうね。すげえ、昔からゲイと、なんだろう、ゲイと、おばあちゃん。70歳80歳のおばあちゃんをメロメロにする力を持ってる。何なんだろう。だからゲイ、うん、さん、そうですね、私のは、うん、あー、了解です、了解です。気が向いたらいつでも上がってくださいね。了解です。はい、みおさん、こんにちは。あ、ありがとう、いいね、よろしくお願いします。みおさん、ありがとう。いや、わざわざすいません、なんか挨拶に来ていただいて嬉しいですね。なんか丁寧な方で。ヒデリンママって2丁目で働いてるんだ。え、地方の人だっけ、東京の人じゃないんだっけ。近くだったらね、いろいろ絡めたり面白そうだけど。ヒデリン、北九州か。俺とあれだ、新宿だから遠すぎるな。北九州行ったらお世話になるかもしれないです。L、L、さん、自由。そうそう、自由、自由。自由とは自分によることだ。自分を頼ることだって。カイジに書いてあったね。すげえかっこいいなと思った。自由とは自分に頼ること。自分によること。B ダンをソングオレと一緒やん、WWW。チェックすればいいじゃん、ええねん。ね、同じ北九州だったら。盛り上げた方がいいよ。地元の生主大事にした方がいいよ。ビーダンをソング、今度見せ行き、マース星、ヒデリ、ヒデママ、行って行って。は1週間、関東に滞在して、新宿でも飲みました。ね、L、L、ね、さん、また100万円放送が見たいです。あれ、面白かったよね。もいもいさん、キャスコラボ楽しみ。うん。エデン、行って行って。ぼったくられて。うちのリスナー側はぼったくっていいっすよ。とんでもない請求してください。100万とか、エデンからぼったくってください。請求書100万って出してください。うちのリスナー貧乏なんで、どうせ払えないんで。でも楽しいじゃんね、つながりがあった方が。いいな。ヒデリン、ヒデママ、さん、じゃまたね。うん、ありがとう。じゃねー。フグセンさん、カズミチにつけて。ふざけんなよ。俺が一番貧乏だっつんだよ、こん中で。B弾をソング、それでいこう。ふざけんなよ。ねえ、ペコ。セパ。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、こんにちは。はい、こんにちは。マトラッシュさん、また1万回ついて音を置き去りにしてほしい。ミオさん、ふわっちと YouTube フォローさせていただきました。ありがとうございます。もしよかったらツイキャスもやってるんで、ツイキャスも興味あったら、あと Facebook、Instagram とかいっぱいアカウントあるんで、 LINE とか全部ね、ワド監督で検索したりすると出てくると思うんで、なんか Facebook あと50人しかつながれないんで、
Facebook 早めに繋がりたい人は、なんかね、5000人までしか友達できないんだって。ヤンデレラーとあと50人。サメちゃんの彼女さん、サメ島さん、バンだから暇だわ。ツイキャスもともと増えてるよ。もともとめちゃくちゃ多いから。ツイキャスが、ユーザー数ナンバーワン持ってるってずっと言われてたの。ニコ生のユーザー全部カッパイだの。あと、独自の 客層を持ってて、若い子が多いって言われてるよ。キャスはもともとキングで、閲覧は。日本のサイトの中ではもいもいさん、かずみちの枠よ。あ、まあまあ活動していけばゆっくりだけど、ね、よくね、かそかそとか言われるけど、どこのサイトも最初から結果出ないよ。もいもいさん、サメ島何したの。最初から結果は出なくて、ゆっくり活動していけば増えてくんだよ。だって YouTube もなんだかんだ今2000人超えてるからね、たくみさんのおかげで。だから育てていけばね、大丈夫なんだよ。ヒカキンとかだってさ、今じゃ100万人超えとか化け物だけど、もともと8年ぐらいやってるからね、YouTube。で、売れ始めたのってここ4、5年でしょ ?3、4年ぐらいか。だからね、無名の時期にどれだけ頑張るかってすげえ大事なんだよ。まあ、キャスもね、力入れていきたいよね。キャスの人はね、継続が力。っていうか、継続が全てだと思ってる、俺は。才能があっても継続力がないと何にもならないから、継続力さえあればね、才能なんてなくてもカバーできるんだよ。もちろん才能は必要だけど、才能が必要になってくるのって後半戦だと思ってるから、その才能のあるやつが継続力があるともう最悪だよね。もう絶対太刀打ちできないからね。だからヨッサンとか金梅さんとかはそうだと思う。みどりさんとか、あんだけその喋れたり面白いことができるのに毎日やるじゃん、ヨッサンとか。だからもう化け物なんだよ。バトラッシュさん、努力で天才を倒すわけだね。そうそうそう。だけど本当の努力する天才はもう無理。本物がいるんですよ。本物のクズだから、ヨッサンとかは。クズ度合いで勝負してたら負けるの。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、配信者っていろいろ裏でからくりあるよね。裏表は俺はあんまりない。俺自身はない方だとは思うけど、テクニックはあるよ。配信自体に。間違いなくテクニックあんの。コメントを走らせるとか、好感度を上げるとか、アイテムを飛ばす技術っていうのはあるんだよ。あるけど、あんまり使いたくないんだよね。なんか騙してるみたいで嫌じゃん。あるよ。それはそれぞれの配信者の得意分野とか、そう持ってるし、逆に嫌われるとか炎上とか閲覧とかね、いろいろあるよ。だけど、最近古速で、邪道っていうのかな。オフパコとか、女を食い物にするやつとかが出てきたから、それはもうご法度中のご法度なの。もう刑事事件に発展してもおかしくないようなさ、ことやってるやつが多すぎるから。そう。それってもう配信とは関係なくなってきてるからね。もはやそれ、なんつうの、禁じ手だろうみたいな。それはダメでしょ。あくまで画面の中でどれくらい面白いことやるのか勝負だと思ってて、画面の外での活動なんか、配信からすると評価の対象にならないんだよ。だから俺、リサさんと DM とか LINE とか嫌いなの。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、色恋やオフパコはダメだね。色恋やオフパコっていうか、配信が回ってないところでの、収益であったり、活動であったりっていうのは、俺は配信にカウントするべきではないと思ってんの。配信じゃないの、そもそも。古い考え方かもしんないけど。あくまでこのフレームの中で見せてる表現の中で、どれだけ活動するのかで、アイテムをもらうべきなんだよ。だけど、個人的な感情とか、LINE とか、色恋とか、セックスとか絡んでアイテム投げてるんだったら、そんなホストと変わんないでしょ。そう思わない。恋愛要素なんか微塵もつけちゃいけない。だから俺はノリコに言ったの。彼女になった瞬間、アイテムは投げなくていいよって。ただ、見た時は他のリスナーさんのあれもあるから、延長代ぐらい投げてねって。そう。もし俺の、そう。だから俺の枠を見るんだったら、周りのリスナーさんに俺は延長代くれとか、支援してくれって言ってるんだから、ノリコもそれは乗っかってくれって。ただ、爆投げとかはしなくていいよっていうのは最初に伝えたね。そう。
俺は無課金で見てるリスナーなんか泥棒と一緒だと思ってるから、そう、そんなの一人もいらないから。それをさ、彼女だからっつってさ、アイテム投げなくていいよっていうのもおかしいことだから。俺の枠に来たのりこも、その彼女だけど一リスナーとして扱ってるから、それはみんなそうじゃん。ここにはここのルールがあるわけだから、この小さい世界の中で。走るか。色恋やオフパコはダメっつうか、配信に恋愛の要素を入れるんだったら俺は画面に映せって思ってんの。でオフパコ、恋の E3 アイテム投げる人の絶対数って増えてるのかな。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、今日寒いですね。今日寒いね。なんだろう、オフパコはまあ配信に載せらんないけど、オフパコする直前まで配信に載せるんだったら俺はオフパコじゃないと思ってるから、ネタにできるんだったら俺は評価するの。例えば、ことかとエセカが付き合ってた頃とか全部ネタにしてたし、金梅さんはさ、たまちゃんとか全部、朝比奈ちゃんとか全部ネタにするでしょ。俺はあれはオフパコとか色恋とかとは別だと思って、表現だと思ってんだけど、配信外でこそこそやって女だまくらかして金引っ張ってんのは、そんな配信じゃないでしょ。みんなもそう思うでしょ。だから、その、なんだろう。要は、リスナーに隠し事があった時点で、俺は配信とは関係ないって言ってんの。そんな配信者じゃないんだよ。そう思わない？見せろよっていう。さらけ出せよ、バカ野郎って思うでしょ。俺はそう思う。隠れ宇宙人のナナさん、私は、ふわっちやり始めたばかりで、台本に騙されたなりよ。台本、なんかリスナー台本台本って言うけど、なんか俺本当に台本を渡されたことって、俺配信6年やってて1回しかないの。台本書かないよ。っていうか、台本通りに動けるんだったら配信者やってない。配信者って台本通りに動かないから配信者の面白いところなんだもん。だから台本なんて笠生の話ぐらいじゃないの、やんのは。下手な台本というか、下手な脚本というか、台本なんか書かないよ。もいいさん、ゴロリのやつ。ゴロリのやつ。台本通りに動かないって思っといた方がいいよ。だから台本だと思ってるだけ。リスナーが勝手に思い込んでる。そんなにうまくいかないから。なんでかっていうと、癖が強すぎるんだよ、本当に。配信者、売れてれば売れてるほど癖が強いから、コントロール不可能だから。ただ台本とは違くて、お約束はいっぱいあるね。そのこうやられたらこうやり返すみたいな、そのテクニックはあるの。だからそれを台本っていうのは俺は違うと思ってて。隠れ宇宙人の73薬に授業飲んだとか、それは台本とは言わない、ね、ただメンヘラでしょ。メンヘラのたわごとでしょ。それ台本って言わない。それはお薬さんのたわごとだから。もいいもいいさん、深夜っちょも配信テクニック持ってるの？深夜っちょが配信テクニック持ってないわけないじゃん。あの大手って呼ばれてる人はそのプロボクサーみたいなもんなんだよ。あのね、だからね、そこはびっくりする。要はユイガさんとかいろんな名だたる大手とか名が残ってる人っているでしょ。中堅は別に、俺みたいな中堅は別に、のりゆきさんとか、あのね、1万人、あのね、みんなね、数字に慣れすぎてんだよ。1000人集まるのが普通な感覚なんだよ。見てる方からすると、100人集まる、1000人集まる、普通だと思ってるけど、冷静に考えて100人とか1000人毎日毎日ずっと居つかせるって、ものすごいテクニカルだから。技術じゃない、まあ、天然もあるんだけど、やっちょの場合は。あるに決まってるでしょ。完全にピュアタイプは俺は関慎吾さんと、完全天然タイプは関慎吾さんかな。
完全なもうピュアピュア系は、ピュア系もいるんだけど、新八丁もピュアっていうか、まあ、アホっていうか抜けてるっつうか、でもテクニックは持ってるよ、慎吾さんも新八丁も。例えばその吉江さんが現れて煽るときに必ず吉江さんにカメラをこうパンする、要はカメラを振るとか、明らかにそのリスナーに向けてやってるの。本当にリアルにお母さんと怒ってるわけじゃなくて、母ちゃんが怒ったっていうネタをリスナーさんに伝えるっていう技術を確実にやってるの。本当の事件だったらカメラをパンする余裕なんかないから。だってカメラ向けられて怒られてんだから、吉江さんも吉江さんで分かってるんだよ、こういうのが好きなんだろうっていうのはどっかであるのよ。これね、感覚とかセンスの問題だから、あのね、みんなこの画面に慣れすぎてんだよ。こうやってやってんだよ。おい、お前だってクズだろ、お前だってばあちゃん聞いてたぞと、うるせえ、どんどん出てけってこうやってやってんだよ違和感あるでしょ。こうやってパンするんだよ。でこうやって近づいたり引いたりしながら煽るんだよ。いや、だからみんなこの画面に慣れすぎてんだよ。だからこういう風にやってると思ったらいかに異常かっていうのがわかるよ。もちろん天然な部分があるんだけど、そのやっちょにしろ何にしろ、そのカメラ、うん、そう、隠れ宇宙人のナナさん、なるほど、みーすけさん関係ないけど、うん、ワドさんのヨシエの真似がツボです。いや超面白かったね。確かにね、わらわら、普通の喧嘩とは違うの、カメラが介入してるっていうのが分かんない。ワンクッション、こリスナーが見てるのこっち側だから。隠れ宇宙人のナナさん、勉強なりました。アイコー、てめえアイコーって言いながらこうやってやってんだよ。おい、調子乗んなよこの野郎、おいってやってんだよヒカルくんとか、もうやめてよ、やめてよヒカルくん、暴力とかやめてよってお互いこうやってやってんだよこれなんだってなるぞ。で、それを台本というのかっていうか、みんなはここ越しに楽しんでるわけだから、だから配信者の感覚ってずれてるんだって。もうその中でいかにリアリティがあるかっていうのをやってるわけだから。隠れ宇宙人のナナさん、いや役者なんだよ。そう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 、すごく、そうそうそう、ある意味役者なの。ちょっとやめてよねえ、光る光る暴力やめてよ似てねえな、あんま愛子さん面白いんだよ。愛子さんは天然だから、ちなみにWW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 W
向けながら、あ、痛い、痛い、とか想像したら笑うな。いや、笑うでしょ。な、プロレスなんだって。うわぁ、痛い、うわぁ、違うとか言ってんだよ。やめて、ちょっとやめてとか。もう、サメジマさんうまいね。もっと言うなら、臨場感出すために手ぶれさせたりするんだよ。うわぁ、うわぁとか言って、こうやってやってんだよ。うわーとか言って、プロになるともう、リアリティをカメラで作るからね。ああ、やばい、引かれた、ぶつかった、事故だとか言って、テーブル。そうするとみんなからすると、ああ、ああとかこういう風絵になるわけじゃん。もうギャグだよ、旗から見たら。それは旗から見たら通報案件。腹痛いよね。だから普通にキスをしたらフレームに収まらないんだって。こうやってだからキスする前とかネタに走る前、配信者の特徴なんだけど、ゆいがさんがよっさん殴った時ですらカメラの角度こうやって見るのよ。もう癖なの配信者って。こうやってカメラが画角でフレーム入ってるなって言ってから殴るのもう癖なんだって。このフレームに入ってなかったら意味がないっていうのが分かってるから、こうやっておいてめえってやって、こうやっておカメラバッチリってこう、こう、カメラの位置をこう確認して、フレーム確認してから殴るから。そんなもんよ。だから逆に言ったらフレーム外で起こってることっていうのはリアル。だって、森ドンわかるでしょ？石川紀之の森ドンわかる人手挙げて。よっさんが、よっさんと石川紀之さんが喧嘩したの見たことある人。手挙げて。
森ドン知ってるよっていう人。あれね、プロが見たらわかるんだけど、のりゆきさんが、のりゆきさんが、俺が薬とプルコインね。みんなが神回っていうところじゃなくて、ね。こうやって、おいてめえってやった後、カメラの角度こうやって気にするからね。コメントがどんだけ走ってるのかと、本当に怒ってるんだよ。のりゆきさん本当に怒って、よっさんの頭ガシって掴んだ瞬間、カメラ見てコメントの走りと、カメラのフレーム確認してからドンって言ってるから。もう一回見てごらん。もう一回動画で見てみたら、俺が言ってる意味わかるから。それが、同業からするとウケるの。こんだけ切れてる状況で、頭掴んで行くぞっていう時に、コメント欄と画角確認してからドン。いや、見てきな、見てきな。ワード本当だわっていう。それは癖でもあるし、職業病なのよ。それ本気で怒ってんだよ。本当にやろうとしてるんだけど、本気で怒ってんだけど、ちょっと癖が出るの。プッて。これ条件反射みたいなもんで、面白いんだよ。あ、この人プロだなって。いや、だからプロなんだけどね。だからプロの。いや、本気で怒ってても冷静な自分がいるのよ。その、みんなの目線はどうなってるんだろうっていうのが、どっかにないと大手になれない。見てきたらわかるよ。今 YouTube で見てきな、森ドン。そう、殴る。本当に怒ってるのに、カメラチラチラコメントと画角確認するから。バトラッシュさん見てたわわら。うん。見てたでしょ？でしょ？言った通りでしょ？ロンロンフレッシュさん野田も、とどめに入るタイミング考えてるの？野田は結構空気読める。野田は抜群に空気読めるの。要は止めすぎないし、要はもうワンチャンあったら止めないの。要は、ダメだよ、ダメだよっていう好感度を上げるキャラなの。だからあれは計算なの。本気で止めにガチャガチャに入るんじゃなくて、若干力緩む。ゴシャブ事件のロハコさん止めるときも、俺はガチガチに止めてたんだけど、野田はそんな止めないの。ダメだよ、ロハコさんって言いながら煽るの。うまいんだよ。そうそうそう。あと、なんだろうな。でしょ？そうそう。そう。だから、だけど、それは、怒ってるのは怒ってるの。だから、台本とは言わないよっていうのは、こういうことの。台本ではないんだよ。やらせではないの。これをさ、プロがパッて見たら、お前確認してるからやらせだろうってなるじゃん。違うの。で、野田が止めたのは、あいつはプロだから、あいつも配信者あれだけど、ゴロリさんが止めたのはマジなんだよ。要は、ゴロリさんは裏方なわけじゃん。あそこに家にいるっていうのは誰も分かってないわけだから、あの人裏方気質な人だから出てこない。要は、ゴロリさんが入ってきたっていうのがリアルなの。のりちゃん、配信業がダメになるって止めたでしょ。あれがリアルなんだよ。ゴロリさんは配信者ではないから。あ、でしょ？だから、配信外で起こったことっていうのはリアルなの。だから、あそこからガーって引きずり出して、配信外でわちゃわちゃしてるでしょ。あれがリアルだよ。あっちの方で、裏ではあれだよ、のりゆきさん包丁持ってんだよ、あの時。知らないでしょ？あの時包丁握りしめてて、だからゴロリさんが止めたのよ。そう。だからのりちゃん配信業ダメになる、止めてんの、包丁握ってたからの。よっさん殺そうとしたんだよ、本当に。だからそれは配信外で起こってるわけじゃん。そう、画面に見えないところで起こってるわけじゃん。だから難しいんだよ、その、台本じゃないんだけど、例えば、俺がね、すげえ好きだったのが、捨て頃の打ち合わせ1の時なんだけど、ヒカルくんと俺と、アメリカ人と、ベンジョ太郎さんと、こうやかな？多分そんなメンツだったと思うんだけど、で、5人で全くのプライベートで焼肉をおごってもらってたの、ベンジョさんに。で、わーって話してんだよ。捨て頃盛り上げようねとか、なんだかんだとか、焼肉うまいねって、5人がこう焼肉食ってビールとか言ってるところに、店の電話がプルルルって鳴った瞬間に全員がピタッて止まってこうやって見たの。電話の方。すっげえ面白かった。全員全く同じ挙動で、わー、そうだね、そう。その時に、あ、配信者って怖いなって。要は、店で電話が鳴ったら俺らのせいだっていうのがもう刷り込まれてる。全くのプライベートで焼肉食ってるのに、なんつうの、伝突だと、祝電と勘違いしちゃうの。もう反応なの。な、店で電話鳴るとやっぱギクッとするもん。もう癖なの。職業病。でも大爆笑した。通報じゃない。完全なプライベートで焼肉食ってるだけだから。だからもうそれ癖なのよ。全く関係ない電話でも、店で配信者同士で飯食ってると、あ、
祝電だって体が反応すんの。全員ピタって止まったから。で、俺らバカだねって笑ったの。隠れ宇宙人のナナさん納得。納得でしょ。だからそのそれがそのなんつうのかな、その台本に見えたりする。そうそうそう。台本なんじゃないか。違うの。もう反射で擦り込んであるから、体がどう反応する。だから警官とか見るともうどう論破するかとか頭の中で触出されるの分かってるから、警官が通り過ぎるだけで身構えるんだって俺ら。最近ないけど職質。私の勉強枠なり、しょう。いや、あんまりね、こういうね、その、うちわの暴露ネタとか、なんつうの、その、裏方気質なんだよ、だから。プレイヤーでもあるけど、こういうことって話せないじゃん。あの、ネタバレになるから。でもね、こういうのが面白いと思う人っていてもいいと思うんだよね。そういう解説、配信会のことを俯瞰で見る配信者っていないから。こういう風になってるんだって。あ、こういう風に見るんだって。でも、大体リスナーが台本だ、台本だって騒いでるときは、違うね。うん。っていうか、リスナーがだんだんわかんなくなってきてる。目が肥えてないから、なんか最近のリスナーはね、なんか、純粋に配信、ピュアミンって言われてるよね、だから。何でもかんでも、その、疑うし、何でもかんでも信じるし。もっと肩の力抜いてバカだなって見るもんなのに、やりづらくはなってる俺らみたいな配信者は。本当なの嘘なのっていうのを楽しむのに。隠れ宇宙人のナナさん配信してる速だから勉強必要。だから俺が神回の条件とかそのいい回の条件って台本って言われれば言われるほどいい回なの。要はね、これは本当なんだっていうリスナーと、これは台本に違いないやらせだよっていう二つに半々に分かれた時に、こう思いが巡らされるわけじゃん。要は真実がわからないっていう状態が一番その配信が盛り上がる状態。その答えがわかんなくてリスナーさん同士が議論し合って、あれどっちなんだろう、こうなんだろうってツイッターとかでやり取りしてたり、コメント欄があれどうなんだどうなんだって言ってるのを作るのが上手い配信者は大手になれるかな。俺はそれ作るの下手なんだけど。要はネタが濃すぎるんだよね、俺の場合は。仕掛けるとネタが濃いの。わかりやすくないの。だから俺の場合台本だって言われないで嘘だって言われちゃうの。ネタが濃いから。だからそこはね、俺の欠点だよね。ネタが濃すぎるって。カルピス現役みたいなもんだから。なんかネタネタしてるやつがあんまりテンション上がんないんだよね、自分の中で。ネタっぽいネタが配信会の。隠れ宇宙人のナナさんは、僕はありがとう。監督だから上手いなりよ。俯瞰して見てるんだろうね、多分配信者のことをね。引きで見てるんだと思うよ。自分がやってる時もそうだもんね。あんまりそのプレイヤーキッスではないかもしれない。あ、だから誰々テクニックあるなーとか、誰々上手いなーとか、あ、誰々こういうタイプだなーとか、そういう分析はすごい好き。人間観察じゃないけど。あ、この子伸びるなーっていうのあとすぐわかるね。この子こうしたら伸びるなー、この子ここがダメだなーっていう。すぐわかる。あ、この子すぐ売れるだろうなーとか。隠れ宇宙人のナナさんはドサンの配信好きなり。ありがとう、ハト。ありがとう。
騙されたイコール台本ではなくて、あのメンヘラの場合騙す気がないんだよ。だからメンヘラなんだよ。かまってほしいから、かまってほしいためだったら何でもやるっていうのがメンヘラの特徴。そう、評論家、そう、評論家キッスなの。だからさ、フワッチとかが盛り上がるとか、フワッチが今後ダメになるとか、フワッチに誰が入ってくるとか、外したことないでしょ。半年とか3ヶ月前とかに予言したらピタッと当たるじゃん、俺。よっさん来るよとか、ニコ生勢の中堅どころも全部来るよとか、あ、今年もうダメになるよとか。自分のことは分かんないんだけど、人のことはめちゃくちゃ当たるね。自分のことは観察できないのよ。その、やってるから。やりながら観察って難しいのね、すごい。苦手なんだけど、人のことはすっごいわかるね。うん、あ、ここうなってるなとか、裏側はすぐ見える。これはね、あの昔からだね。マジックとかもネタがすぐわかるんだよね。トリック。おいさん、これから配信全体は衰退していく？衰退していくっていうか、今が一番ピークなのね。ニコ生全盛期って言われてた時より人口が増えてるの、配信全体の。それは17とかショールームとか俺らの畑と関係ないところも含めて。で、配信全体の売り上げは間違いなく上がる。配信会全体の売り上げ高は間違いなく上がるの。ただフワッチが生き残るかどうかは別問題。要は最終的には3社に統合されるのね。要はベンチャーとかはどんどんやめていくの、あの儲からないからって言って。で、最終的に3社ぐらいに落ち着くんだけど、そこが俺はツイキャスと YouTube ライブとどこになるのかなっていう読み。最終的には3つの派閥に分かれる。だからショールームか17はもうバリバリ競合してるから、どっちかはやられるんだと思うけど、まあどうなんだろう。ショールームが芸能人使ってるから、ちょっとわかんないね。もう激戦、戦国状態だから。戦国時代生きてるから。一回そのニコ生の時のブームであったんだけど、それで大きなムーブメントにならなかったから、時代が早すぎたんだよニコ生は。だ、多分今だったらそのスマホっていうデバイスがあるから多分普及すると思うんだけど、どこが勝つかっていうと、俺は Google 勝つと思ってんのね。その資本の入れ方、生放送の会社とかを買収しまくってるから。あと技術開発とそのビジネスモデル、要はお金のばらまき方がうまいのね。で、やっぱ Google だから、だからまあ Google は勝つだろうなっていう読みと、あとどうなんだろう、ツイキャスの動きはやっぱいいね、非常に。あのっていうかフワッチを潰しにかかってるね今。ゴミアイテムとかはない。無課金がムカつくだけなの。無課金が。1円でもいいから払ってくれよって。1円、だってさ、ここにいる100人が100円投げたら俺もう1万円稼げるんだよ。ここにいる50人が50円投げて、ここにいる100人が50円投げてくれるだけでいいのに、そう、花火一発とかじゃなくて、もっとアイテム投げてほしいよ。ほんと、俺配信好きだし、長く続けたいし。なんかおっぱいとかクンニとかにアイテム投げるんだったら俺に投げてくれよ。あんなのいなくなるんだから。女泣かせてさ、飯食ってるやつからいつかさ、稼い100万200万稼いでて、喋って喋って毎日配信やってる俺とかが稼げてないっておかしいだろ。食わせてみんな、マジで頼むぜ。生活かかってっからさ、頼むぜみんな、支えてね、頼むよ。ほんとみんなが10円100円投げたらそれで済む話なのにな。そうそう、さんいいね、ありがとう。37個プレゼントしました。サンキュー。なんで37なのかよくわかんないけど、ありがとう。隠れ宇宙人の7さんだよね、応援するなり。もいいもいいさんおう。ダメよ、無課金はダメよ本当に。俺がさ、あの稼がないとダメなんだって。あの俺稼がなかったら本当に何も進展しないぞ。
俺は投資する価値あると思うよ。そのなんだろう、配信で稼いだおか稼いでるから周りの人からいろんな仕事とか来るわけじゃん。タイアップとかさ、コンサルとかさ、そのなんだろう、いろんなつながりができていくわけじゃん。で、新しいもん俺見せてるつもりなんだけどな。評価しろとは言わないけど、なんだろう、そのなんだろう、くだらないさ、配信のコンテンツばっかり見せられててもさ、退屈じゃない？なんか新しいことをやってる人が好きなの。だから俺便所さんとかの活動好きで、ドローンとかカメラとか捨て頃とかすげえその配信外から引っ張ってきてるじゃん、客を。佐々木敦さん、ずっと配信で行くつもり？あのね、佐々木さんね、それが感覚がなんかそのギャップがずれてると思ってて、何回も言ってるからちゃんと聞いてほしいんだけど、何回も言ってるけど、配信は俺にとってツールなんだよ。あの、配信者じゃないんだよ俺は。配信って電卓とかスマホとかインターネットとか洗濯機とかと同じツールなので、俺は本来それが正しい使い方だと思ってるのね。要は俺っていう人間を表現するための一つでしかないので、俺がたまたま配信っていうものが好きだからこれをメインで使ってるだけであって、配信でどうとかじゃない。ああ、ひでりママありがとう、花火。要はね、配信者ってなると狭くなるんだって。配信が好きなのはいいんだけど、配信でやってくとかじゃないの。もともと無料でずっとやってたんだって。お金が儲からなくてもやってたの。だけどその自分を知ってもらうためのものじゃん。だから俺ね、なんか配信会っていうカテゴリーで区分されてるのがすごく嫌なの。みんなと同じ一般人で、変なお兄さん、頭のおかしいおっさんなんだよ、みんなの近所にいるっていうか。だけどその芸能人扱いされたりとか嫌な。ありがとう、花火ありがとう、うん、そうじゃなくてね、なんていうのかな、同じ人間だし同じ対等な関係だし、俺らはアイドルでも俺らは芸能人でもないわけじゃん。だからなんかね、そういう文化が嫌なんだよね。対等でいいじゃんって、フラットでいいじゃんっていう。そう、あくまで俺っていう人間は間違いなく日進塾にここに生活してるわけだから。そう、あー、おめでとう、ありがとう、うん。だからね、そこはね、疑問があるよね、やっぱり、うん。どうなんだろうっていう。え、営業とは違う。営業とは違うけど、表現の、だからライブハウスの、ライブハウスのお店、ふわっちっていうライブハウスとか、ツイキャスっていう赤坂ブリッツみたいなのとか、東京ドームとか、なんかそういう感覚なの。なんだろう。で、東京ドームで、なんか、うわ、わかるよ。矢沢永吉が武道館でしかできないみたいなのわかるけど、いや別にどこでやってもいいでしょっていう。重要なのは人間でしょっていう。コンテンツ、中身じゃんっていう。その、側の問題じゃないんだよなっていう。極端な話、俺は映画でもいいじゃんっていうアプローチなんだよ。映画でもいいじゃんっていう。その、一個の、その、手段の一つを増やしたかったの。だから動画も YouTube の方もやるわけじゃん。なんつんだろう。隠れ宇宙人のナナさん、うん、ありがとう、ありがとう、アイテムありがとう。ポイントが、なんかね、そこの感覚ってね、なんかリスナーさんはやっぱ配信にこうなってるから、ポイワイさん、うん、配信は言語、うん、なんかね、道具なんだよね俺にとっては。だからその配信以外の、配信よりもワクワクするものが見つかった時に、俺は配信をやめる時だって思ってるの。それは普通のことであって、なんか配信で一生やってきますとかいう、配信は好きだから続けてて、今のところ一生続けたいとは思ってるけど、だけど配信を超えるものが出てきたら俺は速攻くら替えするよ、はっきり言って。速攻捨てる。ただリスナーのことを捨てるわけじゃないから、リスナーと一緒にこっちの方が面白いからこっち行こうぜっていう感覚かな。うん、それは誤解しないでね。配信を捨てるっていうのはリスナーを捨てるって意味じゃないから。なんかね、そこが難しいんだよね。なんか配信愛が配信界を狭くしてるっていうか。いや、だからダンカン塾がまさに典型例で、ダンカンさんとコラボするときに、ダンカンさんに噛みついたわけじゃん、配信者。
で、あれがまさにそこだと思ってんの。一緒に物事を作ろうっていう感覚じゃなくて、噛みつくっていう、そう、俺らの島に入ってくんなよっていう、あれがまさにその狭くしてるもの、物差しが狭いもんだと思ってて。芸能人が配信やってくるのなんか当たり前なんだよ、もう。吉本とかももう目つけてんのね。だから吉本の芸人とか始めると思うよ、配信。だけど分かってないんだよね。うん、大事なことだとは思うの、その。隠れ宇宙人のナナさんは実がうまい。うん、引きつけられるあの、配信、俺らの島だって、俺らは芸能人に負けてないっていうのは大事なことなんだけど、それは秘めるものであって、心の中で。絶対負けねえぞ、芸人にって。いうのは心の中で言うものであって、言葉で言うもんじゃないと思ってんの。だから俺はね、リスナーに対してポジショントークしてるように見えちゃうの。自分のリスナーがバカだから、こう言ったらこう言ったらリスナーが、俺のリスナー喜んで花火くれるだろうっていう、下水心でやってるようにしか見えないんだよね。ダッセーみたいな。単純に俺はそう見える。あの、男官職に噛みついた人とかは。うん。その仕事になってないんだよね。仕事っつうか、なんつうんだろう。そう、プライド持ってやってるようには見えなかったね。正直。なんか自分の客に、なんか、その、媚び、なんか、ケツ舐めてるようにしか見えなくて、そこは嫌だったな、ちょっと。うん、それを面白い、面白いって言ってる、その、リスナーもおかしいと思うし。そう。だから、それはさ、やっぱ、街の中に出てさ、この前も小学生5人ぐらいに聞いた、ヒカキンだ、なんだ、とか言ってたじゃん。ヒカキンが面白いとかどうとかじゃなくて、やっぱりその、いや、特定の誰かが悪いっていう話じゃなくて、その配信に対する愛情が、配信を狭くしてるっていうことに気がつかないと、長い目で見たときに俺は淘汰されると思う。長い目で見たときに。要は時代は変わるからさ。時代は絶対大きく変わるんだよ。配信はもう絶対もっと大きくなるのは確定してるの。ただ、その雑談配信者の界隈でどんぐりの背比べしてるやつは、結局そこから抜けられてないんだよ。見てみなよ。コスプレイヤー、歌ってみた、踊ってみた、ヨネズとか、全部メジャー行ったじゃん。でも雑談だけがどんぐりの背比べし、井の中の蛙で小さい世界でパイの奪い合いやってて、外から客取ってこようとか、でかいことやろうっていう気がないから、俺らだけ取り残されてんじゃん。俺はこれ変えたいの。この文化を変えたいの。その小さい狭い世界じゃなくて、その、なんつうの、もっとスーパースターが生まれていて、ヨッサンとかノリユキさんとかもっと評価されていいんだから、世間から。だけど、狭くしてるのはリスナーでもあるし、その配信者自身でもあるから、そこに風穴は開けたいよ。だから、配信会で怒ってないことをやろうっていう感覚。メジャーにしたいんじゃなくて、風穴を開けたい。爪痕残したい。だから、配信者が今までやってこなかったことを俺はやるぞっていうのが、いつも思ってること。その、今までになかったこと。なかったこと。それはくだらなくてもいいの。失敗してもいいの。ただ、あいつ早く目つけてたねって。後にセオリーになると思ってるから、俺は。後にセオリーになることを先に先手打ってやろうっていう。こうあるべきだよねっていう。もちろん、面白い、もちろんわかるんだよ、気持ちは。自分の囲ってる生主は、うわぁ、面白いだろう、これだーっていう。でもね、結局その、いたずらとかピンポンダッシュをして俺らすごいって言ってるのって、大人になったら通用しないんだよ。俺はこんなことやったぜっていうの、通用絶対しないんだよね。そう。と、俺は思う。長い目で見たときに、一時楽しいかもしれない。青春になるかもしれないけど、5年、10年続くものではないと思ってんのね。だから俺は今しかできないことをやりたい。すごい。うん、今しかできないことを、その、誰もやってないことをやりたいっていう。自分にしかできなくて誰もやってないこと。腹減ったな。難しいよ。すっごいチャンスが何度もあったのに、すごく才能のある人たちがこんだけいるのに、
埋もれさせてる。だからフワッチはでかかったよね。この人たちは金になるんだよっていうのを証明したのがフワッチだったから。だから俺らに初めて金銭的社会的な立場を与えてくれたのはフワッチだから。だからフワッチは今ダメだって言いつつもフワッチをやるわけじゃん。そのなんつうの、ここのサイトの功績はものすごくでかいと思うよ。配信会を大きく転換させたもん。犯罪も増えたけどな。犯罪昔から多かった、正直言うと。ニコ生全盛期なんてこんなもんじゃなかったよ。むしろだいぶ柔らかくなったと思う、犯罪増えたって。ていうかね、犯罪が増えたんじゃなくて犯罪者が配信やってるだけだよ。もともとドラッグやってるとか、もともと暴力的な人なんだよ。そこは規制が入ると思う、正直言うと。 YouTube がそうであるように、もうちょっとでも変なことする人は A 番みたいな、アカウントがなくなるみたいな。これもうノブとかサイコロとかね、あんなの今考えたらめちゃくちゃじゃん。皇居に炭酸ガス投げたりとかさ、スターバックス営業中に爆竹投げたりしてたんだよ。今よりもひどかったじゃん。そんなのが毎日毎日あったわけだから。そう、犯罪は増えてないよ。昔の方がもっとバカだったよ。今むしろ規制が進んでて、なんだろう、クリーン化してると思う。ちょっと警察と職質に合ってるだけで神回だって騒ぐだ。昔毎日毎日、本当に昔のニコ生知ってる人だったら毎日だよ。やばぞ、いいところ。売名に関してもはっきり俺は持論があるの、ニコ生からずっと言ってた。もともと俺らは売名するためにこれやってんだよ。そもそも配信ボタンつけてフォローしてくださいって言ってる時点で売名なの。俺は名前を売るためにここに来たんだわ。全部の活動が売名だって言ってんの。だからそれはやり方が、嫌われるやり方と嫌われないやり方があるだけで、そもそも売名だから。そもそも俺らは売名の、売名根性でここの世界に入ってきてんの。そう、名前を売るためにやってんの。何が悪いんだって思う。そう、名前を売るため。ただ人のね、ケツ舐めてやったら嫌われるよ。だけどそもそも俺は売名しに来てるから、名を売りに来たんだよここに。そうだし、ヤバゾーの言ってることもわかる。要はパイが小さいっていうことね。そう、名なんて売れてねえんだよって、こんな世界のどんぐりの背比べしちゃってっていうことが言いたいんでしょ。それはすごいわかるよ。それはすげえわかる、ヤバゾーさん。そう、うん、すげえわかる。でもね、配信者はやっぱね、かっこいいよ。変な言い方だけど、要はその不器用だけど、やっぱそのまっすぐだよね。なんか音楽とかそのアーティストとかに近いんだよ、すごく。感性が、表現が、パフォーマーなんだよね。アーティストじゃなくてパフォーマーっていうのかな、表現者っていうか。毎日毎日身削ってやってるから、やっぱ好きだよね。みんな減らってるし、みんなやっぱ苦悩してるし、みんな面白いことやるため、みんな喜ぶために、みんながドカンって笑うために、なんか模索してるし。もちろんその、笑いだけじゃなくて、その、感動とかもいろいろあるんだろうけど、そう。みんな手探りでやってるよ。どんな過疎でも。一生懸命企画考えて。だから、これ面白いんだけどね、やっぱね、大手さんほど、やっぱりね、大手さんほど、企画の話する。面白い企画ないかなとか、新しいことやりたいとか常に模索してんのはやっぱり大手さんだよね。要は若いやつに負けないとか、キャリア浅いやつにやられたくないっていう、常になんか沸かせたいっていう、やっぱそういうのあるんじゃないの。
もったいないんだよ、だから。でもチャンスは来てるからね、間違いなく。で、俺は雑談配信者のやっぱ仲間たちっていうのかな。まあ友達ではないけど、ライバルだけど、この人たちの実力を一番認めてもらいたいと思ってるのは俺だよ。うん。この人たちすごいんだからっていう、その気はあるよ。よくなんかね、芸能人になんかすり寄ったとか言われるけど、悔しいけど、ふざけんなよとか思って、力あるコンテンツ感にやっと認められるタイミングになったのに、なんでそうやって突っ跳ねるんだよって。お前らがその姿勢だからいつまで経ってもこの世界、こんな狭い世界で終わってんだろうって。風穴開けるぐらいのことやれやって思うもんね。思わない、本当に。あ、まあ、それは大人の力が必要なんだけどね。ガキどもは、なんか自分が良ければいいから、自分が囲われてると見えないんだよ。だから大人の財力とかコネクションとか使わないと多分できないんだよね、これ。そうだね、新しいことやりたいね。見たことないことを見たいね。知らないものを知りたいね。ただそれだけ。だってあのテレビのキングのたけしさんがついに YouTube ライブやるんだよ、今度。あのツイッターで拡散したけどさ、リツイートしたけど、たけしさんですら YouTube ライブについに来るんだよ。ビリーさん配信会のゲバラ、勝てると思う？俺だからすげえ注目されると思うんだけど、多分ネットニュースになると思うんだよね。ネットでもざわっとすると思うの。あの今度たけしさんが、たけし杯っていう漫才コンテストをやるんだけど、それが YouTube ライブで生放送されるの。だからライブではないんだけど、生放送ではないんだけど、これってすごいことなんだよね。もうテレビのドン中のドンだけど、テレビ業界が変わりつつあるんだよ。テレビ業界の人もライブやってもいいかもねっていう風潮になってるわけじゃん。うん、ついに来たんだよ、そう。高谷さん、そんな時代がついに来たんだ。そう。だけど別にコメント読むとかそういうもんじゃなくて垂れ流すだけなんだけど、でももう業界の人が確実に目つけてんのよ。やられるよ、こんなあぐらかいてたら。多分いつまでもね、なんかね、キチガイとか沼がね、画面パソコンの前で喋ってるだけで面白いって。だからトムソーヤ池上とかさ、一瞬パーってすごいすごいトムイケトムイケって言ってたけど、やっぱ干されたじゃん。そんな3ヶ月も持たないんだって、沼なんか、沼コンテンツなんか。だからダメなんだよ。俺トム・ソーヤ池上なんかニコ生だったらもっと売れてたろうなと思うもんね、時代が違ってたら。沼が受けてた時代だったらさ、らタイミングが悪かった。だから時代に左右されない力みたいなものを持っていかないと多分ね、生き残れないと思う。アイスマンさん、たけしのフリートーク聞きたい、ね、でしょ、聞きたいでしょ。聞きたいからだから頑張ってんじゃん。そう、俺も同じ気持ちだよ、アイスマン。俺も同じで、いつかやっぱそのがっつり生放送とか見たいなと思って仕掛けていってるんだけど、同業が足引っ張るんだよめちゃくちゃだろ、見たいじゃん、コメント拾ってる。だからもうその芸能人の人とかも、あ、この人がやったら面白いだろうなとか見たいと思ってたけど、それをさ、下準備の段階で全部崩してくんのも。三松さんが配信やるとかも結構面白いと思うんだよね。三松さんがコメント拾うとかも、ふわっちやるって言ってるからね、三松さん。まあ面白くなるのかつまんなくなるのかわかんないけど、ジゴさんがとやっぱ夜勤さん町会議来た頃からお察し。町会議はね、違うんだよ、あれは。ドワンゴの役員の中にたけしさんとものすごいつながりの深い人がいて、カワンゴがね相当加熱なの。だから正直言うとね、たけしさんはよく分かってなかったの。町会議に来たっていうよりもなんだか分かってないのよ、たけしさんは。で、なんかイベントやるんだろうのノリで。で、金を相当積んで頭下げまくった感じ。脅威に感じてるからだってことはさ、それってさ、その通りなんだよ、ビリー。自分の実力に自信がありませんって言ってんのと一緒なの。でしょ？
自分がその実力あってでかいマーケットがでかくなった時に対応できませんって言ってんのと一緒だよ。今回はいやもっとでかい、もっとでかいよ。あれ多分ね、あの区の案件なんだよね。区とか市とか。だからもう役所も動いてるんだよ。生放送でこれをやろうっていう風に。だからもう時代が変わってるんだって本当に。対応できなくなるよ。俺こんなこういうさ内輪で楽しんでる世界崩れるよ多分。クリーンの当たり障りのないことしか言えなくなると思うよ。テレビみたいになると思う。だから今を楽しんだ方がいいよ本当に。今だけだから。あとその力ある配信者がどんどん年齢が、国が絡んでるの。そうだよ、行政絡んでるよ多分。見てくればいいじゃん。俺のツイッターにリンク貼ってあるから見てきなよ。もうそうなってくるんだよ。シュテファンさん、三つ股の家同業の反感買うくらいいい気らしいから、イメージ守るために自宅配信したくないんじゃない？三股さんは、裏側ね、シュテファン。すっげえいいところ。三股さんは自分の家の広さをアピールしたいって言ってるの。で、俺らは、それじゃ配信っぽくないから、こっち側で調整させてくださいって言ってるの。三股さん、俺の家広いから、カメラ何台必要みたいな。キッチンとかも映すみたいな。もう自慢する気満々なの、みよつさんは。俺の家結構でかいよ、みたいな。カメラ何台でもいけるよ、みたいな。だけど俺らは、いや、みまつさんって、こちらで全部用意するんで。要は、このフレームに収めようと。むしろ壁に際に座ってもらって、貧乏っぽくしてもらおうと。そういう裏事情とかもあるのよ。そう、シテファンいいとこつくね。ミマツさんはもうガツンっていきたいのよ。俺すごいだろっていう、俺は売れてんだぜってやりたいんだけど、俺らがいやそれはい、それは違うと。うまくこうやんわり遠回りに、まあ、僕らでセッティングするんで大丈夫ですよっていう。そういう大人の事情とかも、そういう駆け引きとかがすごい面白いじゃん。いやそういうなんかいろいろあるのよ。いやミワさんめちゃめちゃ家でかいよ、うん、だからこの家をディスったのよ。そう、まずこの家に入った時に家ディスから入ったの、そこなの。要は伏線なのよ、ミマツさんからすると。俺の家はすごいだろっていう、うん、いや面白いよ。あ、よく知ってるね、三松さんの家の話とか。いや面白いよ、三松さん。ほんと天然だから。天然っつうか、まあもうほんとほんとみんなのイメージ通りの人だから。俺だって三松さんとミーティングした時あれだもんね、お前ボクシングやってんだろうって、俺お前に勝てるよってマウンティングされたからね。嘘だろとか思って。仕事の打ち合わせで喫茶店に入ってオープニングトーク、お前鍛えてるらしいな、でも俺ベンチプレス100キロ上げないやつは男じゃないと思ってるから、俺お前に喧嘩勝てるよって、すげえと思ったもん。かっけーと思ったもん。その時に俺は思った、あ、この人配信向いてるわと思って、めちゃくちゃ面白いと思って。確かに腕すごいんだよね、バッキって。ベンチプレス100キロ上げるんだよあの人、うん、すごいヒーローだよ、ヒーロー。もういいわ、いいさん、ピュアだな、ピュアピュア。もう三松さんめちゃくちゃピュア、もうまんまあの感じ。もう滑らない話とかで話されてるまんま。そのまんまだよ。っていうか走んねえとな。もういいか。あと20分後に走ろうか。やだなぁ、ロードワーク。これもう何日も続けんの。ほんと、もう体鍛える作業とかもう苦痛でしかないんだけど、俺からすると。マジで苦痛だよ。ロードワーク。めちゃくちゃ苦痛でしかない、俺の中では。すげえつらたんだよ。もういいわ、いいさん、食前。あ、いや、食べた後は走れない。
一回だけ吐きそうになったから、食べた後走ったら、もう胃がせり上がってくるし、食い物の匂いが回るし、呼吸ができないの。で、重たいでしょ。走れたもんじゃなくて、もう絶対に食べた後は走らない。走ってから食べるっていうのをずっと続けてる。だから超健康的だよ。寒いから太陽出てる間に走るっつって、昼間にちゃんと起きるのよ。どんなに、昨日だって朝5時ぐらいかな、朝5時か6時まで配信やってたのに、昨日は初めて10キロ走ったね。5キロで走って、昨日は10キロ走った。寝れなかったから夜走って、今日は5キロだね。とりあえず5キロ毎日走る。あんまり急に倍とかにできないから、昨日は10キロ走ったけど、ちょっと精神的に怖かったから、あの試合が怖くてもう寝れなくて4時間ぐらいだから、バーって走って寝たけど夜中で、今日は5キロ、とりあえず5キロを必ず走るっていう感じかな。もいもいさん、生活サイクル安定したら体の調子変わった。飯がうまくなったね。あと痩せたよ、腹が引っ込んだ。ほらこれへこませてないんだよ、ボコって乗っかってたんだよ。ここのベルトの上にボコって乗っかってたのが、体が変わった、体調が変わったんじゃなくて、明らかにウエストが細くなったのと、あと顎のラインがしっかり出てきた。こことか二重顎だったんだけど、まあみんな知ってるじゃん、ここの肉がなくなった。だからなんつうの、まあ単純に言ったら痩せた。腹筋割れんじゃないのこれ続けてたら。多分割れると思うよ。そう、贅肉がどん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 なくなってきてるね。だけど、なんだろう。血便は出るは相変わらずのドメンヘラだよ。もう豆腐メンタルだから。まあいつも今月は30分切るっていう最終的なタイムの目標、26分とかだけど、信号待ち込みで26分で走りたいっていうのが後半の目標だけど、とにかく今月はもう継続、休まないっていう、もう毎日休みてえとか走りたくねえとか怖えとかそんなんだから、もうとにかくその克服したい、もうルーティン化したいの。走らないと不安なぐらいにしたくて、とにかく走る、とにかく走るっていう、5キロ走る、もうほんとそれだけ。タイムとかも目標とかも30分切るっていう大まかな目標はあるんだけど、でも体調によってグラグラしてるから、まだ体ができてないの。それでもね、まあ今月もう30分切るタイムは何回出したかな、6回かな、昨日で。要は19回走ったうちの後半6回とかだから、ただ筋肉痛がひどい時と体調悪い時は、ビーダンをソング安全なとこ走るなら、なんだろう、まあまあ、ビーダンをソング音楽聴きながら走ると楽しくて継続できるよ。あのさ、言うのは簡単だけど、俺片手にこうやって配信しながら走ってんだよ。俺だって音楽聴きながらさやりたいけどさ、稼げてねえから走ってる時ですら配信しないとダメなわけじゃん。そう、大変なんだよ配信しながら走るの。そう、確かにね、わらわら。俺だって iPod 聴きながらさまったりやりたいけど、生活かかってるわけだから、それくらい稼げてないもん。リーダンをソングは WW、ごめん WW、配信しながらだ。そう。いや、だからみんな忘れてるのよ。俺、こうやって走ってんだよ。ここガッチガチにロックしてるから、肩めちゃめちゃ痛い。こうやって走ってんだよ。山蔵さん、のりこにカメラアシストしてもらったら。のりこがやるわけねえだろうがよ。やってもらいたいよ。自転車で追いかけてもらいたいよ。やるわけねえじゃん。お前、コンビニ行くの。だって、俺びっくりしたんだけど、のりこがね、和道さんの家に来るとマクドナルドが近いくていいって。マクドナルド確かに家から歩いて3分なのよ。俺びっくりしたよ。のりこの家の近所マクドナルドないのかなって思ったら、ないって言うのよ。あったからね、駅の反対側だよ。ちょっと歩いたらマクドあるんだけど行かないんだって。それくらいもうデブ症なんだって。行くわけ、そんなロードワークなんかやるわけないじゃん。
要は3分のマクドナルドだったらいけるけれども、なんつうの、8分ぐらいのマクドナルドははるかに遠いんだって。のりこからするとアメリカみたいな距離の8分のマクドナルドとか。もうすごいよ、本当に。だからさっき言った通りよ、この部屋の中で全てが完結してるんだって、のりこは。いや、この写真マジでやばそう。マジでのりこの部屋かっこいいから見て。超かっこよくない？これがのりこの10年間開かずの間の引きこもりみたいな、これがのりこの生活なんだって。すごいでしょ。もいいもいいさん、またのんちゃん車に慣れてるからね。いや、車最近乗れてない。すごくない？これ本当に毎回行ってもこんな感じなんだよ。電気がもうスタンドライトしかついてないの。ヤバゾウさん、神がかってる。いや、俺シャッター切って切るの2000枚ぐらい切るんだけど、今回3回シャッター切っただけで、うわすげえの撮れたなと思って、今まで撮った写真の中で一番興奮したもん。なんかシャッター切る回数が多いって不安だからなんだよ。要はいいものが撮れてないから切りまくるわけじゃん。あれあれって。いや、もうのりこのはカシャッカシャッカシャッって撮って、うわすげえと思っていい写真撮れたわと思って、もういいやと思って、カメラ速攻しまったもん。超かっこよかった。なんか独特のりこ絵描きまくってるよ、ヤバゾーのりこ今すげえよ。だから俺の家遊びに来なくなっちゃったよ、絵ばっか描いてるから。もう絵のことしか頭にないんだって。捨てられたよ、絵に振られた。なんか 4,5 作品描いてて見たけど、良かったよ。まだ荒いけど。いや、走りたくねえなー。まあいいや、今日サイコロステーキだから頑張ろう。今日はお肉だ。昨日の和牛うまかったな、最高にうまかった。昨日は和牛ステーキ、あれ1000円ぐらいだったらいいのにな、2000円ぐらいすんだよな、割引前だと。分厚い和牛ステーキ食いたいわ、分厚いの。なんで和牛ってうまいんだろうな。安くしてほしい、和牛をもっと。もいいもいいさん、走った後サイコロステーキ食いに行くの？そう、じゃあスーパーで昨日ステーキのサイコロステーキが500円で売ってたから食いに行くんだよ。自炊だよ。ツイキャスでクッキング配信。もいいもいいさん、おじゃいゆう。うん。昨日はもう肉食いたくて、肉食いたくて2、3日。なんか割引の1500円の和牛ステーキ食ってとろけるほどうまくて。で、まあ、次の日は贅沢しないで500円の方でいいやと思って買っておいたの。もう肉が食いたいのよ、肉が。もう体がね、肉を食えって、もう、これを食え、あれを食えってすごいの。もう、体が欲してるものがわかるんだよね。運動してると。太ももとかムッチムチだもんな、今。いい感じだよ。未だかつてないぐらい仕上がってるよ。そうだね、枠一回閉じて10分後に走ろうかなと思って。で、いや、でも面白くないよ、俺は。ただ走ってるだけだ、ハーハー言ってるだけだから全く面白くない。だからみんな枠終わりに遊びに来るけどね、大体30人ぐらい見に来るかな、走ってるところ。おばちゃんたちが頑張れ頑張れって応援してくれんだよ、気合いだーとか。もいいもいいさん、暇だから見に行こうかな。見に来たよ。でも面白くない、30分本当に走ってるだけだからコメント拾えないし、まあまあコメント書いてみんなとわざわざやっててもいいし、もう一切拾えない、本当に本気で走ってるから。もいいもいいさん、タイムキーパーやるわ知ってんじゃねえか、やれや。
いや、鬱だ、本当に。走る前、この家出るまでが本当に嫌だ。家出たらもう何ともないんだけど、家出るまでが苦痛で苦痛でしょうがないね。温泉行きてー。温泉行きてー。おいおいさん、楽しもうよ。いや、嫌い。何回走っても苦痛だね。楽しくなるっていう感覚がわからない、スポーツは。特にマラソンとかもう単純系じゃん。苦手だわ。なんかワクワクしたり、何が楽しいんだこれって苦痛でしかない、本当に。だからランナー、B さん体を動かす気持ちよさ、飯がうまいとか、風が気持ちいいとかあるけど、まだなんかこう、ドーパミンやべえみたいなのないね。なんかすげえみたいなのない。音楽とかさ、まあボクシングとかは面白いけど、その競技だったらね、ミット持ってもらったりとかだったら好きなんだけど、いやー、走るのはほんとやだ。なんか何やってんだろう、何やってんだろうと思いながら、そう、痛い、辛い、息が苦しい、心臓が痛い、肺が苦しいとか、なんでやってんだろうと思うたんびに、もうなんか、もいもいさん町と同化してる感じが好き。わかんねえな。俺人生でこんなに走ったことないもん。生まれて初めてこんなに走ってるよ。わかんねえなあ。なんかその運動が好きっていう人の感覚はわかんねえ。マチとどうかねえ。やってたらなるのかな。続けてたらなるもんなの。なんかその体が変わってく楽しみとかあるよ。あとから。体が変わったりとか、その、なんだろう。そういうのはあるんだけどさ、なんか飯がうまいとか、走ってること自体に対する、なんか喜びみたいなものあんまりないね。まあ、ちょっとどうかね。いや、だから、レッチリとか聞きながら走りたいよね、なんか。レッチリかけながら、ランシドとかかけながら走りたいけどね。iPod でね。いや、だからランナーはすげえわ。モチベーションを、こう、なんつうんだろう。侍みたいだよね。その、自分を律するっていうか。自分を律して、こう、毎日走るっていうことを続けられる人っていうのはすごいストイックだなって思うね。俺が一番持ってない能力だから。もうクズ人間だから、ストイックとは真逆の生き方してるからね。和田地さん、いずれランニングハイを味わえるよ。マジでランニングハイがわかんないんだよね、まだ和田地。なるかな。ルーティーンしていくと気持ちいいんだ。だいたいどれくらいからなるんだろうね。続けた方がいいって言われてるけど。ランニングハイ味わいたいな。なんか。どうやったらその脳内麻薬出るんだろう。でも、楽しいから走ってるわけだからね。だから、その、麻薬出せるかどうかだよね。出せるようになったらいいな。なんかこう走ってて最高だなとかいう気分になりたいね。秘密を思い出すんだよね。秘密のさ、主人公が毎日ランニングするんだよ。すげえド貧乏だから、3日に1回かなしかお風呂入れなくて、その日だけランニングするんだけど、その走ってる時だけが何も考えなくて済むって言って、走るのがすごいいいっていう描写があるんだけど。ダン・エイクロイド2世さん、ションベンから血が出るぐらい走らないと。血便出てるわ、今。和田地さん、お風呂には行ってる感じ、うん、それもぬるま湯。あー、ぬるま湯に入っ使ってる感じなんだ。お風呂は好きなんだけどな。もう、辛い、苦しいって、なんか拷問受けてるような精神状態だな。なんか、もう、早く終われ、早く終われ、とか、もうやだ、もうやだって思いながら走ってる。心も変えていかないとダメなんだろうね。その捉え方を。走ることに対する。
まあ、今日も頑張るわ。強くなってるっていうか、体は良くなってる実感あるから続けるよ。みんなも頑張れ頑張れって言ってくれてるから。だから朝だいたい起きて目覚めて枠開けて、1時間2時間喋って走って、その後飯じゃない。それなら俺はぬるま湯の風呂でいいやってなる。俺もそうなる。フロイド2生産 LSP で3時間くらい走ると気持ちいい。3時間も走んだ。ガン決まりじゃん。ガン決まり。俺は薬物やったことねえかんな。わかんない。脳内麻薬は結構出やすい方なのに、なかなかね、ならないかな。まあ暇だったら見に来てよ。暇だったら。次は走るからふわっち。ダンエイクロイド2生産 LSP はロングスローディスタンスな。わかんねえ、ロングスローディスタンス。もういい30分後。エンドルフィンなのかな、ドーパミンじゃないの。エンドルフィンとかってもう本当に生命の危機とかの時にしか出ないはずなんだよね。エンドルフィンはドーパミンとかアドレナリンとかだと思うよ。いやもうすぐ枠開くよ。10分後とかじゃない、もうすぐ枠開く。タイトルだけ変えたいだけだから。じゃあ皆さんお疲れ様でした。2時間ありがとうございました。面白かった人はなんか生活かかってるんで、お気持ちだけアイテムいただけると嬉しいです。本当に風船とかバーガーとかでもいいんで、チップください。それじゃあ、次枠いきます。お疲れ様です。ダンエイクロイド2世さん、長い距離をゆっ